皆さんこんばんは。ひろきたかしのマンデーナイトライブをご視聴いただきましてありがとうございます。今日の MC は佐々木まなみが担当いたします。よろしくお願いいたします。本日もご質問につきましてはお一人様一つとさせていただきます。また、不適切と思われる投稿された視聴者様については、それ以降の投稿を制限させていただく場合もございますので、ご了承のほどお願い申し上げます。より多くの質問にお答えするため、 質問は時にランダムに取り上げさせていただきますのでこちらもご了承お願い申し上げます。では、ひろきさん,こん,んこんばんは。こんばんは。お願いします。なんか気づけばもう5月最後のマンデーナイトライブということで、本当ですよねま <laughs> もなくもう1年の折り返しとなる6月を迎えるわけなので、まあ今日はせかくなので、6月相場の見通しというところで。 お伺いいできればと思います、まあ、国内ですと、なんだかね、最近、長期金利がじわじわと、まあ、上昇傾向にありまして、6月の、ね、会合、何かしら動きがあるんじゃないか、そういったような警戒感も高まってるんですが、そういったことも含めて、6月相場どういったところに注目したりとか、警戒したりしたらいいのかというところを教えてください。 そうですね、まあ、あの僕はもう最近ずっとその日銀のスタンスがよろしくないっていことをずっと批判しているので <laughs> まあそういう意味では6月会合でまたやっぱりリスクが高いですよね。まああのまあ、ここでの,その金利面っていう点ではまあないにせよやはりマーケットが気にしているのはその国債の買い入れを減額するっていうことについての,、はい、あの何らかのですね 決定がアナウンスされるっていうことはあるとは思うんで、そっちのですね、まあ、要はどちらにしろ引き締め方向には違いないので、こういうタイミングというか、こういう状況でそういう引き締めみたいなことするのかなっていうのがですね、あのまあ、一番の,その株価の悪い材料になっていると。 いうことで、やっぱり6月はその辺のところのリスクが高まるということじゃないかなとは思いますね。え海外の方 FOMC ではもう、やっぱりもうここは何も出てこないんですが、まあ,あのやっぱりリスクはそういった意味じゃ国内要因ってことじゃないでしょうかね。うん、で、やはり日本株特有なのは株主総会の時期なんですよ、6月っていうのはね。ですから、もう一回その、 えー、いわゆる物言う株主系の,です、ね、そのアクティビストから提案を受けているようなところが、まあ、再度ね、やはりこういろんなあアクションをとって、まあ、もう一度やっぱりそういう意味ではコーポレートガバナンスに対する意識が高まったり、まあ、日本企業が結構変わってきてるなみたいなのを、まあ、内外にアピールするチャンスなので、まあ、そこで、ねあのー、もともと日本株が買われた。 その日本企業がやっぱり変わってるっていうところが、もう一回こう、そういうムードがですね、盛り上がるかどうかっていう、そういったところにも、まああの、注目ではありますね。はい、そういった意味では、まあ、アクティビスト、物言う株主が結構大量に保有しているような企業っていうのは、<laughs> まあ、いいことも悪いことも何かある可能性はちょっと頭に入れておくとそ,うそういうことですね。まあ、もううううう一回そそいいサイドねあのそういうアクティビスト関係の あの動きっていうのが材料になって、えー、やっぱり日本企業変わるっていうようなあの話がですね、もう一回出るかどうかっていうね、うん、ところがポイントじゃないかなと思います。ありがとうございます。では続いて皆さんからのご質問にもどんどん答えていきたいと思います。まずですね、1つ目のご質問された方も、続いてご質問された方も、どちらもソニーグループ、ソニーについてこう評価をお願いしたいと。 ちょっと最近の株価の動きについて、ヒ樹さんからのコメントを求めているようなので、まあ、ソニーについてまずは。まあ、あの、お客さん急落した後で、えー、まあ、戻しましたよね。その前の水準までね、ポーンと一気にね。えー、だけど、まあ、結局、慣らしてみれば、この3ヶ月っていうもの、を横ばいなわけですよね。だからまあ、あのそういう意味じゃあ、株価っていう点では、 でもうちょっとやっぱり年初から見れば、年明けポーンと相場とともに上離れて、もう窓を開けて、すごい高いところを形成しに行ったわけですけど、そこからやっぱり今度はそのもう一回窓を開けて、下に下がりですね、もうやっぱりちょっとこう、さえない展開がずっと続いて、うん、さらにその5月ではもう一段と下を探ると。 いう格好になってきてるわけなんですけども、まああのざっくり言ってこの半年間、えー、上にブレ下にブレという形ではあるけれども、まあ株価はあそんなには上がってないっていうところじゃないかなっていう感じですよね。うん、だからやっぱりその何て言ったらいいんだろう。う サプライズっていうか、その、大きな開催量がないですよね。あの、ソニーもね、ここのところ、つまりもう、なんつったらいいんだろうな、あの、安定しちゃった大企業みたいな感じで、こう、なんて言うんでしょうねこう、特にこう、ワクワクするような。 ないしっていうことじゃないですかね。うん、それがもう、要はんて言ったらいいんだろう、もう普通の普通の株ですよね。PR も16倍、うん、17倍、もうマーケット並み。で、別によくもなければ悪くもないという、まあそういうような株で、で、株価もずっと横ばいみたいな、うんえー、感じじゃないですか。だからこう。 なんかそれを打破するようなものがねあるかっていうと、まだないんで、うんうん、まあ、かもなく、不可もなくっていうのが今のソニーじゃないかなとは思いますけどね。うん。まあ PS5 がね、大人気となった時のような盛り上がりも、ちょっとしね。うんまあ、結局そういうことなんですよね。<laughs> だからまあ、あのー、買収でエンタメのね、まあそちらにこう軸足を。 こう映すんですっていうようなのが、あの、直近出てきたニュースではありますよね。あの、経営方針説明会のところではね、映画とか音楽とかあ、まあそういったところにこう、テクノロジー、AI とかを組み合わせて成長していきますみたいなことを言うんですけども、あの、メタバースだとかなんだとかっていう言及もありましたけれども、 具体的にやっぱりこうなんかまだ絵が見えないですよね、全然ね。だからその、何ついんだろうね。やっぱりこうソニーってね、パーパス系っていうところのですごく評価がされた会社なんですよ。パーパスっていうものの,あの教科書を見れば絶対ソニーの例が出てるわけで,、ね、で。そのソニーのパーパスっていうのは感動で世界をこう満たすっていうか。 そういうような、もう感動、感動、感動がみたいなのが、まあ、ソニーのキーワードだったわけです。それは、あの、えー、だったんだけど、あの、そこから、なんかこう、最初はすごくインパクトがあったし、会社もまとまったんだけど、その時はすごくこう、ソニーっていうもの低迷してて、ずっと低迷してたところをですね、 ぐわっとこう持ち直してきた時のキャッチフレーズが感動だったんだけどもうちょっとそれも手垢がついちゃったわけですよねでもこの間の経営説明会でもまだやっぱり吉江会長とか言ってるわけですよ昔はウォークマンとかそういう要はプロダクトであの感動を届けてきたけどもこれからはですね感動そのものを作っていくことにあの注力するみたいな、えー こと言ってるわけだけど、なんかそうんピンとこないんですよね。うん、で、それでエンターテインメントとかね、音楽とかっていうことになっちゃうと、なんかやっぱりこう、それで人々を感動させるっていうことは言うのはいいんだけど、そ,そういう感謝なんだっけ、ソニーはっていう。<laughs> うんあの ところになっちゃってんじゃないかなっていう気がするんですよね。まだそういうまあソニーの変化の絵をですね、あのみんなこううまくこう描ききれないでいるっていうのが最大のですね、やっぱり今ソニーの株がまあ泣かず飛ばずっていうことの一番の理由なんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。では続いてのご質問を移りましょう。 PER10 倍以下の企業は、市場からどう思われて放置されているのでしょうか、収益率や成長率が悪いから、それとも配当利回りとか、他に問題を抱えていたりするのでしょうか。うん、だからそれもやっぱり一概に言えなくて、あのー、単に見過ごされてるだけでね。だからそれってのはやっぱりその PER だけ見てたら分かんないわけですよね。 その本当に成長期待が高くて、それでもうやっぱり PR がまだそこまであの高くないっていうんだったら、それは本当にやっぱり市場が見過ごしている評価をそのあの、低評価だけど、あの2つあって、やっぱりそれは安かろう、悪かろうっていうのがあって、なんか悪いとこがあるから全然買えないんだっていうのはあるわけですよね。 いやだから典型的なのは、例えばもうコングロマリットディスカウントってずっと言われてきてる商社とか、そういうようなものって、あの全然評価が高くない、バリエーションの評価が高くないんですが、それはやっぱりそのコングロマリットが故にあの市場の評価が高まらないんだっていうのは、まあ、一応定説ではずっと言われている話で、そういうケースがあったりとか、あるいは単にその市場が見過ごしてるだけとか、 いろんなパターンがあるので、ね、単にその PR がですね、まあ、低いから、あのー、というので、一概にどうだっていうことは、まあ、言えないのかなという気がしますよね。うん。で<は>うん、だから、あのー、結局そういうその消費者株なんていうのはね、 まあ、典型的な、そのさっきも言いましたけど、今後、マリトディスカウント。まあ、さすがに、まあ、10倍割れではないですけれども、まあ、低い方ですよね、バリエーションがね。うん、だから、こういういい会社であってもですね、バリエーションが低いっていうケースもあるわけだから、あの、まあ、一概になんとも言えない。だって、伊藤忠とか、あれだけ今、もう商社ナンバーワンになり、まあ、あれだけ株価はね、 この相場の中でも今すごく上がってきてる。まあ、今日も上がって、もうずっとこの3ヶ月右肩上がりで来てて、これでまだ PR12 倍ですからね。<laughs> そ,そういうの、すごくこう低評価って言っても、良くてもやっぱり低,低評価っていう会社はまだあるわけですね。<laughs> まあ要は利益の方がまだ全然高いわけですよね。すごくその3期ぶりの最高益で伊藤中とかね。それでまだマーケットの評価が12倍しかないっていうのは、こういうのはやっぱりまだ。 十分評価されてないということなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。なので、コングロマリットによるまあディスカウントも一つまあ要因として考えられるかもしれないということで、回答いただきました。うん、続いての質問はですね、ろきさんの配当成功は低くても魅力があれば投資対象になるという意味はわかりましたが、無敗や減配という ことととといいいううここでで投資対象かから外すというは捉えてよろしいでしょ無敗と減敗は意味が違うんですよ。減敗で、その中に無敗転落なんてのがあったりするけれども、要は前は配当を出してたのが、その配当が減るとか、しかも減るどころか、もう配当が出せなくなって無敗に転落したという。 これはもう文句なしに売りですよね。で、要は配当が減るとか、配当が出なくなる、無敗に転落するというのは、もう業績が悪化していること以外は何物でもないですから、で、それ、大概そういう場合はもう、減配無敗転落。で、これはもう即座に売り、あの投資対象から外すということです。ただ、もともと配当を出してなかったっていうのは、これはまた別なんですよ。だから、これは繰り返しずっと言ってますけど、うん、成長株っていうのは配当を出さない。 配当を出すより成長のためにそのお金を再投資していくっていうのが成長株ですから、だからもうそれはあのー、全然、えー、<laughs> 無敗でもいいということなんですよね。 でも最近そういうメタとかね、そういうのも配当を出し始めて、だんだんやっぱりもうそういう成長ステージじゃなくなってきてるわけですけれども、いまあ、未だに無敗の株とかね、あるじゃないですか。でもそういうのっていうのはまだまだ成長より再投資のニーズが高いから、分配するより投資家に金を返すより、もっとやっぱり使い道がいっぱいあるからっていうことで、えー、再投資してるわけで、そういうのはもう本当成長株の証なので、 えー、無敗であっても、ですね全然あの素晴らしい投資対象になるということですね。さ <laughs> て、続いてはですね、オーバーアロットメントについて質問来ております。自分が持っている右肩上がりの小型株が、オーバーアロットメントにより売り出しを発表したら、パーセ15%も下がった。 そうなんですね。オーバーロットメントというものを調べましたけども、なんだかわかりづらく、こんなにも、うん、まあ株価に影響があるものなのかというところで、弘樹、うん、さん、このコメントを頂戴できればというふうに来ております。まあ、あのーまあ、別に必ずしも悪いわけじゃないんですけど、結局その、 結局、需要が多いから、さらにその、主幹事がですね、あの、他のお株主から一時的に借りて、まあ、あの、売るっていうことを、まあ、まさにオーバーアロットメント。最初の割当て、アロットメントですね。最初の工房とか売り出しとかの量がオーバーしてるから、オーバーアロットメント分も、まあ、あの、そんな需要が強いんだったら、売りますよ、売り出しをしますよってことなんで、まあ、あのー、 本当はそのじゃ単に需要が強いからたくさん売っちゃうかというと、やはりそれってその、やっぱりマーケットがですね、こうのいろんな需給調整のために、ね、そういうようなことをやるわけなんですね。ただやっぱり、あのー、売りが増えるということですから、それはもうやっぱり需給は一時的に崩れるという場合があって。 ただ、それ、しかも、お持ちのが小型株っていうようなことですからね。当然、やっぱりそれだけで、こう、すごくマーケットが動くんですよね。なので、まあ、それは仕方ないっていうことだろうと思います。で、オーバーアロットメントだからっていうか、うんまあ、単純にやっぱりたくさん株が売り物が出てくるってことが、嫌気される慈愛と、嫌気されたら大きく株価が動いてしまうような、やっぱり流動性の少ない小型株ならではというような、あの、 現象なんじゃないかなとは思いますけど、ね、続いてはですね、NTT に関してのご質問ですね、NTT の株価さえません、今後の所有の方針についてどうしたらいいかというところで助言をお願いしますと来ていますし、今日はこの方以外にも NTT、うん、気になる心配というご質問がかなり来てますね。 えっとこの間、日経新聞に聞かれて、えー、日経新聞にコメントしましたと、まあ。あんまり僕も大したコメントもできなかったんだけど、ちょうどその日ですね、NTT があのもう11日続落してたっていうね、話で、ずっともう下がってたんですよね。も信用改ざんの悪化とかですね、まあ、そういう,そのもう信用倍率が悪いということでね。 あのー、もう断続的な売りがずっと続いてたというようなことなんですけれども、あのー、その後か、いつだっけ、日経新聞に僕のコメント載ったんですけど、NTT の話で、えーと、ようやく下げ止まったっていう時なんですけどね、出てないですかね、えっと、先週だったかな。あのー えっとですね、21日にひろきさん、うん、日経新聞に出てます出てるようですよ、今検索したところ。そこでね、結局もうずっと下がってきましたと、で、やっぱまあ寝頃感が出たんでしょうと、でもやっぱりさすがにもう下がらなくなってるということなんですよね。えー、要は、ビタッとまあこの辺150円台で、えーまあ、あの止まってきてると。 えー、いうので、まあ、寝ごろ感プラス、まあ、あの利回りの話も、ね、3%台ですから、まあ、要はもともとこういう交易株、通信株っていうのは利回り高くて、であのーまあ、3%あればさすが、ね、にもう株がそんな上がんなくても利回り狙いで十分買えるし、持てるしっていう、そういうレベルに来てる。 のでね、まあ、ここで下げ止まったんじゃないかみたいなことを、えー、申し上げたんですが、まあ、実際そこからは、すね、まあ、すぐには上がりませんけど、ね、きょうは2%なぜか大きく上がりましたが、まあ、大体底打ち圏に来てるんで、あのーまあ、いいとこじゃないかなと。もともと甲子園がこれ分割したでしょう、ものすごく。そうですね なので、たくさん個人が手掛けられるようになり、まあ、信用倍率も悪化しちゃったっていうだけの話じゃないかなと僕は思ってて、まあ、あのー、ということです。ただ、逆に言うと、そろそろやっぱりこれ、高値がいつですか ?1 月のこれ、半ばぐらいですか,かそうすると、やっぱりそれに応答するのは、やはり7月過ぎまでね、7月中旬まで、やっぱり応答日が、要は信用取引の。 えー、受給改善しないので、まあ、あのただ逆に今、底練りで耐えていって、えー、やっぱり7月下旬ぐらいからね、やっぱり信用の期日明けということと、それからやっぱり第一支援期の決算が始まりますから、そのあたりから、ですね多分またあの戻していくんじゃないかと思うんで、逆に今、こういったところっていうのは、まあ、仕込み場なんじゃないかなとは思います。 では、変わっての質問いきましょう。続いては、為替について教えていただけないでしょうかというふうに来ております。日本の長期金利上がってきて、もう日米の金利差、ちょっとですけどね、まあ、縮まってきている、開かなくなってきているのに、円安になっています。金利差以外の要因、上げるとしたら何があるのでしょうかと質問です。 まあいっぱいありますよね。貿易収支とかね。まあ貿易収支とか、まあ経常収支とか、そういうフローの面というのはすごく大きいですよね。だからまあそういうようなものは当然あ,のありますから、えー。まだまだやっぱりそれって、えー、どうしても円を買う材料というよりは、まだ円を売る材料の方がやはり大きいということですね。フローの面からと。 いうことと、まあ、あとはやっぱり金利差といっても、その絶対的な金利水準がやっぱりまだ、えー、そう簡単には縮まらないということなんだろうと思いますので、やっぱりそういった面じゃないかなと思います。であとはやはり、その、今、足元では確かにこれ、金利差は縮小してますけれども、 あの根本的なやっぱりその経済の自力っていうんですかね、そういったものがやっぱり日米二国間でいうとちょっと違いすぎるでしょ。でさっきから僕はその冒頭語で日銀の,そのスタンスがおかしいっていうことをずっと言ってるわけですが。 あのー、日銀の多分言い訳で言えば、これは利上げとか引き締めではないと、金融政策正常化だとずっと言ってるわけですね。今まではもう異次元の、まあ、金融緩和をずっと続けてきたんで、もうそういう異次元なことをしなくてもよくなったんだから、早く正常化に戻すべきだという意見が、まあ、あの日銀内にも、それから世間にも強くて、まあ、それに乗った、まあ、あの方向で今、 動いてるわけですよねですからまあマイナス金利っていうまあ異常な政策こんなの続けてたのは日本だけなんで、まあ、それをやめましたとか、まあ、国債をおずっと買ってんのもこれもまた日本だけなんで、まあ、そういうこともやっぱり日本だけなんでってことはないんですがレベルが異常なので、えー、それも正していこうとか、まあ、そういうような方向に今あるわけですよね。 ただ、よくよく考えてみれば、そもそも欧米の直近までやってきた金融引き締め、利上げっていうのは、インフレに対応するものだったわけですね。強烈なインフレになってしまって、そのためにこう引き締め政策っていうのをずっと取ってきたっていうのが、まあ、欧米の金融政策なわけですよねで。日本はそういうこと全然やってこなかったわけなんですよ。 えー、だってまあそれは当たり前で日本の需要が強いからディマンドプルでインフレが起きてるわけじゃなくて単に海外のインフレが日本に波及してて、まあ、日本もインフレになったってわけですけどそのインフレがね結局日本もなんだかんだ言いながらピークアウトしちゃってますよねどん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 毎月毎月発表されてる消費者物価指数はどん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 低下してきてるわけでしてそうすると何にもしなくても もう海外のインフレが収まってくると、日本のインフレも収まってくるわけですよね、これね。なので、えー、そこのなのに、やれ人手不足だとか、やれ円安で輸入物価が上がるからとか、とかなんとか言ってんだけど、もうこれ別に何にもしなくったって、日銀がなんか金融政策を変えたからインフレが収まったかっていうと、全然そういうことじゃないわけですよ。で、このタイミングで、 世界的にインフレが今、収まりつつあって、欧米は言いうよりいよ利下げしようかっていう段階になって、日銀がここであの完全な周回遅れで、形の上だけで利上げっていうのは、どう考えてもおかしいわけですよね。で、そこう,うしてるうちに、さっきも言った通り、CPI が下がってきちゃってるわけだから、で、やっぱりその物価の、そのなんていうんですか、見通しが2%みたいなのにこだわってるわけで。 整合性がつかないですよね、それね。もうそれがた多分反対的にその物価が2%超えないっていうようなのが多分見えてくるのに、もう利上げできるんですかって言ったら、そっちから変えていかないと、物価目標とかを変えない限り、継続的な利上げなんか無理だし、まあ逆にまあ物価目標の旗をもっと下ろしたとしても、結局は じゃあもうやらなくていいじゃんって、利上げとかね、しなくていいじゃんって話になっちゃうんです。なので結局日本のその基礎体力が、まあ、潜在成長力って言い換えてもいいんですけども、そういったものがもう低いわけですよね、この国は。だから世界中がインフレになってるのに、全然その日本独自の要因でインフレなんかになってこなかったわけだから。とするとですね、これに結局日本の。 売り上げったってたかが知れてるよっていう、もう、その、目論みというか、見切りがついちゃうわけですよね。そうすると、やっぱりこう、金利差だけというよりは、結局、それも金利にまあ結びつくわけですけど、まあ、そういう日米の基本的な潜在成長力の差みたいなものが,があ,のあるんじゃないかなとは思いますけど。では、次のご質問は。 中国株についてです。最近、中国株上向いてきているようですね。うん、国の政策とか、ね、補助金の政策、そういったもので、本格的な回復基調になっていると言えそうでしょうかとまあ本格的ってわけじゃないが、まあ、でもそういう国ですから、まああのー、で景気のしっくりからの悪いところがあったんで、それは当然政策が出てきて、そしてそれに対応して底入れがして、 で、また戻ってきている部分がありますからね。はい。それは確かにその通りです。さて、続いては日経平均の見通しについてですねあの。お一人の方はまず4万円また超えるタイミングいつでしょうか。もう一人の方はもう新高値付けに行くのはどれくらい、どんな要因が必要だと考えますかと来ています。うんまあ、一つはその日銀のスタンスが修正されて、 やっぱりもう一度しばらく緩和を根強く続けますみたいなことをちゃんと言うっていうことと、まああとはやっぱりそれは置いといたとしても自力で行くんだったらやっぱり企業業績がもっとパッとするっていうことですよね。<laughs> 第一半期の決算発表があ始まって、えー、そこでまあやっぱりそうは言っても、 当初現役スタート、見通しでスタートした今年度もですね、やっぱりなんだかんだ企業業績相互がたいじゃないかみたいな見通しがこう出るかどうかっていうね、まあそういうことと、あとはやっぱり世の中的に明るいニュースっていうのではみんなが待ち望んでるのは、まあ、実質賃金がプラスになるっていう、この夏にもですね、まあそういったようなことになると少し世の中のムードも変わってですね、えー、もう一度うマーケットにお金が向かったりするんじゃないかなとは思いますけどもね。 まあ,あとはやっぱり、なんと言っても、世界が待ってるのはアメリカの利下げでしょう。まあ、それでもう一回、リスクオンというのがグローバルの環境で起きて、まあ、それに便乗して日本ももう一回変われるっていう、まあ、そういう展開じゃないかなとは思うんですね。ではもう一つだけご質問いきましょう。素朴な疑問として、ね、いただいたのかもしれません。その海外投資家が売り越しの場合、 まあ、株価下がる傾向にありますが、この場合、大概、個人投資家は買い越しの傾向があると思うんですが、それはなぜですかねと、うん。まあ、ああ、二大主体なんですよね。 二大主体というか、要はあのー、今の投資部門別売買動向というところで言うと、まあ、一番大きいのが外国人、次にそれに匹敵するのが個人なので、だからやっぱりそれっていうのは結局こうなんいうのつ、常に対になってるわけですよね。だから外人が売り越した場合、結局、全部殺匹ゼロになるようになってるわけですよ。売り越し、買い越しですから。 なので、殺匹ゼロに基本的になるんですよ。もちろん数字統計ですから、誤差、あの脱漏というのはあるわけですが、基本的にはネットゼロになるっていうのが集計のミソなんで、で、あれって要は委託分っていってね、要はその売買注文を取り継いだ、まあ、証券会社からの報告ベースなので、で、あのー、全部の主体がですね、どっちかに傾くってあり得ないんですよ。そうしたら結局、じゃあ、 反対方に何が来るかっていうと、事故っていう、要は委託じゃない部分が証券会社の自己ポジションで全部受けましたみたいな形しかありえないんですよね。だけど、そんなの異例なんで、大概どっか出っ張ってどっか減るっていうだけなんで、あのー、どうしてもその一番大きいところに、あのー、が、こうなんつったらいいんですかね、あのー、大概こう、対になるっていうようなケースが。 多いんですよ、ね、まあ、さあさりながら、それがこう、実はあのー、両方とも一致するってことはないわけじゃなくて、うんえー、外国人も売り越し、個人も売り越しで、まあ、買ってるのが例えば日本の信託銀行とか、えー、事業法人とか、まあ、そういうようなことだけっていうのも、まあ、たまにあったりするんですけど、やっぱりその二大主体ですからね、どうしてもそうなっちゃうというのが一つと、まあ、あとはまあ個人も、 最近ではだいぶ変わったとはいえ、やっぱり逆張りが多いっていうことが一つです。であの、外国人投資家もこれ、センサー万別なんですけれどもその、いつもマーケットのフローに影響が与えるっていうのは、常に動いてる人たちですから、こういう人たちっていうのは何かっていうと、やっぱり CTA みたいな人が多いんですよ。CTA っていうのは、コモュディティトレーディングアドバイザーっていうものの略ですけれども、 それって、えー、簡単に言っちゃうと、トレンドフォローのヘッジファンドなんですね。トレンドフォローなんです。だから、順張りなんですよで。そういう人たちがやっぱり常に動いてるんで、短期で、えー、で、ボリュームもでかいんで、だから外国人のそのフローの、ーまあ、結構な部分が、その CTA であり、イコールそれって順張りなんですね。で、個人の投資スタンスって、これまで逆張りだってずっと言われてたわけですね。 なんでも、下がったらおしめ買いで買うわけだけども、やっぱり上がってる相場っていうのはついていけなくて、どうしても売りを出してしまうと。で個人は逆張りで。外国人の、まあ中にはそういうロングで買ってくる超投資あの、長期投資家の、まあ、ロングっていうか。 会もあるわけですが、それってやっぱり1回出たらしばらく出なかったりするわけなんで、常にマーケットで観察されているというのは CTA みたいな短期で動くトレンドフォローのッジバンドが多いということを考えると、外国人順張り、個人逆張り、それで逆になるという考え方がやっぱり一番すっきりするんじゃないかなとは思います。ご回答ありがとうございます。ということで、今日は。 お時間来てしまいましたので、このあたりで終了できたらと思います。さて、本日もマンデーナイトライブご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。終了後にですね、アンケート画面が表示されますので、アンケート回答へのご協力をお願い申し上げます。YouTube でご視聴の方は、動画下の説明欄に、アンケートの URL を掲載しておりますので、クリックいただき、ご回答ください。回答は9時45分ごろで締め切らせていただきます。 恐れ、入りますが、ご了承のほどお願い申し上げます。では、ひろきさん、今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして、ここまでご覧いただき、皆様ま大変ありがとうございました。した失礼いたします。